細めて風に揺れる白シャツの眩しさに見入る。青空に湧き上がった入道雲でさえかなわないその鮮やかさ、光。さんはおっちょこちょいで失敗することも多いけど、言いたいことがはっきりしててどこかしっかりしてる。お父さんは怒ると怖いのに、言いたいことがはっきりしなくていつでもどこでも優柔不断。お父さんの自信のなさは一体どういうわけなんだろう。ソータはそんなことを考えていました。こうして人類の歴史に刻まれたあの伝説の金曜日が始まったのです。さて、賢明なる諸君、下のマップをご覧あれ。ここにはエピソードごとに次はどこへ行くべきかヒントマークが表示されるよ。次は何をすればいいのか困った時はとにかくマップを見てみよう。なお、この賢明なる諸君へはツールボタンを押せばもう一度聞くことができます。私が何を言ってたかわからなくなったらもう一回聞いてみてね。賢明なる諸君へ、以上です。えい。さて、賢明なる諸君、今ソータが手に入れたのは怪獣ピースと呼ばれるものだよ。怪獣ピースはこの町に怪獣が現れるたびに落としていくものだと言われているんだ。7個集めたらその怪獣の怪獣カードが手に入る。今自分が何個持っているのか知りたければピースボタンを押してね。賢明なる諸君へ、以上です。お店の中には確かに誰もいませんでした。おだちんの代わりにお菓子でももらえるかな。
と思っていたソータはちょっとがっかり。まずはお使いを終わらせて、その後放送局の前に集合です。お疲れ様でした。藤の花、藤の花、次は桃の花。新宿行き、まもなくドア閉まります。やっと見つけたケーキ屋さん。あれ、なんでこんなところにいるのかな。喧嘩をしてもどこか似ている似た者同士の親子なのでした。完璧に忘れてます。ご乗車お疲れ様でした。藤の花、藤の花、次は桃の花。藤の花駅前商店街でございます。巨大怪獣をやっつける防衛宇宙局が活躍する番組は子供たちに大人気。この女の人はその番組を考えたアシスタントプロデューサーさんだったのです。すごい人なんだよ。
ぐるふわふわコロンコロンすってんコロリンボボボビューン復活。いきなり無調音ボボボビューンすってんコロリンドロンドロン復活。じわじわ踊り出すすってんコロリンやってくる復活。賢明なる諸君、今ソータが手に入れたものが怪獣カードだよ。これを集めれば怪獣カード合戦で遊ぶことができます。まずは5枚を目標にコレクションしてみよう。コレクションはカードボタンを押せば見ることができるよ。賢明なる諸君へ。以上です。Oh!